gentlemen, as boys and girls, we are Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy Kukan Kobo Radio.CAB チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。11月14日土曜日22時30分になりました。空間工房ラジオソララジ23回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、ラジオならではのテーマとコーナーを設けてお届けします。本日もザマスタジオからお送りしております、はい、キーボードの阿部です。こんばんは。こんばんは、まあ、前回に引き続き、そうですね、またもやね、またもやなんですけれども、はい、最近はですね、あのお買い物特集というかお買い物キャンペーンがたくさんやってまして、はいはいはい、Amazon のプライムセールとか、あと楽天だとお買い物マラソンがたくさんあって、はいはいはい、なんか最近お買い物ばっかりしてるんですよ、ネットで、うんうん、11月もね、ヤフーがねやるんですね、お買い物の日をね。そうなんですね、うん、まあ、お買い物しすぎたせいでですね、あの冷凍庫がいっぱいになっちゃったんですよ。冷凍庫がいっぱいになっちゃった。あの冷凍庫に冷凍のものが入らなくて、はあはあ、もう冷凍庫が溢れちゃったんですよ。そんなに食品ばっかり買っちゃったんですか。食品ばっかり買っちゃった。ついでにお買い物マラソンの時にその、うん、ふるさと納税をしてね、おーおー、で、まあ、ハンバーグとか買ったんですけど、うん、まあ、ハンバーグ20個とか来るんで、あ、量がね、そう、でもう溢れちゃって、で冷凍だけれども、うん、まあ、冷蔵できそうなやつをこう冷蔵にそれはできなんとかするっていうのをやったんですけど、うんうん、それで買ったものが、あのまず後楽園の餃子、ほう、これが確か90個、すごい量だね。そう、冷凍、冷凍です、うん、そしてアマゾンのプライムセールで王将のチャーハン、うん、ほうほうほう、これ何袋だったかな、30袋ぐらい。チャーハン30袋、そう、30袋、すごいね。確かね。でそして松屋 の、 あの、うん、牛飯の具、ああ、それ楽天じゃないんですか。それもプライムセールで買ったんですよね。でもプライムセールってあの2万円以上買うと、うん、なんかポイント返ってくるみたいな、あ、ね、ポイントアップみたいなね、ま、だったらね、2万円以上になろうみたいな。全部食品でいかんくてもね。そう、 無計画すぎて、はい、ポチポチしちゃったね。溢れましたね。で元々その業務スーパーとかでその、うん、豚肉1キロとか買ったものがこう入ってて、はいはい、もういっぱいなんですよ。なんでもう毎日冷凍食品を食べる生活をしてますよ。最近はだから朝、うん、朝チャーハン、朝チャーハン、すごいね。昼牛丼、お、冷凍のね、牛飯、はいはいはい、で夜餃子。がっつり食べてますね。でさっきあのチラッと話したふるさと納税のハンバーガーまだ幸いにも届いてないんで、うん、あ、まだね、これを開けるためにも早く食べないといけないっていう。いっぱい届いちゃうからね。いやいやいやっていう状態ですね。それ本当にお得なのかってね。いつもより食べてんじゃないかってね。まあ、そのちゃんとその一食の量で調整してるから、うん、まあ、きっとお得に過ごせてるのかなって思ったりするんですけどね。なんか買いました？アマゾンのプライムセールね、うん、あんまり食品は買ってなくって、まあ、飲み物とかはね、お茶とかは買いましたね、うん、お茶ね、うん、あとはそうですね、まあ、家のものをちょっと古くなってきたものとかを買い替えようとして、うん、バスタオルを買い替えたりとか、うん、去年買ったものと同じものをね、あの買ったんですけど、うんうん、やっぱりね、届いた新品を見るとね、色あせてんだなってね、お、思いますね。結構ほつれてたりとかして。去年と同じものを買うってことは、うん、なんだろうそのタオルのファンだったりする？ああ、なんか今治の、あ、今治ね、バスタオルがあるんですよ、はいはいはい、でミニバスタオルって言ってちょうどね、うん、ちょうどいい大きさなんですよ。バスタオルで でかすぎてさ、うん、洗濯すると結構洗濯機の容量食っちゃったりするけど、うん、ちょうどいいミニバスタオルがありまして、ね、うん、色もいいと、うん、何色なんですか？クラウドブルーですね。クラウドブルー、はい、今治タオルね、あの洗えば洗うほどふわふわになるっていうブランドですけど、うんうん、
まあ、あのドラム式で洗っちゃってるんで、あの乾燥までしちゃうと、うん、やっぱりダメージがね、普通の洗濯よりもあるんですよ。うん、だからやっぱ1年、まあ、バスタオル1年でね変えた方がいいって言いますしね、うん、意外とねあのダメージがそうなんだあるんですよとか、うん、あとはティファール買いましたね。あのあお湯沸かす方じゃなくて、そうそうフライパン、うちにあるティファールがとっての取れないティファールだったので、うん、とっての取れるなのね、 とっての取れるの方ねとっての取れるちょっとこれエコーねかかってると思うんですけど取ってる取れる、ね、はい、取れる方にしてね、はいはい、あのお鍋もね、フライパンもお鍋も全部ティファールで、ね、うんうん、料理しよっかなと思って、コロナ禍になってから結構リモートする人とかも増えて、会社がね、うんうん、あの今までお弁当を作ってたんですけど、自分あのお昼ね、うん、お弁当作って持ってって同期と一緒にご飯食べてたんですけど、うん、同期がいなかったりとかして一人で食べるのにお弁当だとちょっと寂しいじゃないですか、うん、まあみんないない時はちょっと外で食べようかなとか知ってると、お弁当をだんだんね作んなくなっちゃって、最近あの在宅の率もね下がってきて、あ、下がってきたね、そうそうそう、出社ね、うん、し始めたんで、はい、なるほど、弁当復活して、うんうん、料理をねしていこうかなと思って、フライパン、弁当の、うん、弁当に入れるものを作るために、まあそれだけじゃないけどね、その晩ご飯を作って、うんうんうん、その残りを弁当とかにね、うんうん、していこうかなと思いまして、なるほど、フライパン鍋新調しました。弁当の具って、うんうん、なんか僕が冷凍食品で作るものだと思ってた。あ、全然その朝無理な時はもう冷凍食品入れちゃうけど、うん、なんか調理するっていうパターンは何を作ったりするの？まあ、大体それはあの前日の夕食だよね。前日の夕食をちょっと残しておいて、うん、お昼ご飯にすると、うん、なんか大体その簡単に作れるセットとかってちょっと多かったりしません？一、うん、人で食べる分には、うん、それを ね、 なるほどね、お弁当入れるんですよ。ああ、もう弁当作ってないことがバレてしまう。ああ、そういうことですねああ、なるほど、ティファールね、うん、ティファール、え、これはプライムセールで、プライムセールで買いましたね。なるほどなるほど。僕も実は最近ティファールの取っ手のトレール買って、お、あの僕はドンキホーテで買いました安い安いだね、うん、最近もうドンキホーテで買い物する機会が増えて、へえ、やっぱ何でも安いから感動しちゃって。もう安いよね、なんか、うん、賞味期限近いさ、カップ麺とかさ、うんうん、箱ですんごい安かったりするよね。最近行ってないですけど、昔買ったら 1パック50円ぐらい、うん、1食50円とかで買えたりするんで、うん、安いの、うん、あとは何ですかね。お、たくさん買ってますね。いや、こまごまとしたものはちょっとずつね、うん、買ってるんですけど、あのすごいお気に入りの入浴剤がありまして入浴剤お気に入りのね、お気に入りがあるのね。はい、あの毎年冬になるとこれ絶対買うんですけど、うん、温素っていう、温素、温素、温かいに元って書いて、うんうん、温素の琥珀の湯っていうね、黒いパッケージなんですけど、へえ、これがねすごいいいんですよ、琥珀の湯、うん、ちょっとあのアルカリ性で、ちょっとぬるぬる感のあるお湯感なんだけど、うんうん、その入浴剤でお風呂に入るとあったかさが持続するんですよ。上がってからも湯冷めしにくい、あったかいまま寝れる。へえ、温素、そうです、温素、温素ね、ぬるぬる、なんだそう、温泉成分が入ってるわけではなくて、温泉成分が入ってます。あ、入ってる、入ってて炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、うん、入ってますね。湯触りがねとてもいいんですよ。へ、ずっと入ってられる、ちょっとぬるめのようにしてゆっくり入るのがおすすめです。ぬるぬる感味わっていただきたい。温素で検索すれば出てくる、温素、はい、温素もね、いろんなね、うん、匂いというかいろんな種類があるんだけど、その中でも琥珀の湯ですね、一押しです、一押し、はい、これが、なるほど、
そうか、今までなんか入浴剤にこだわらず入浴剤を買ってきたんで。あ、買ってたんだね。でもね、そうそうそう、たまにねこうちょっと贅沢しようと思って、うんうん、その薬局で売ってる、うん、ちょっと一番高めかなと思われる入浴剤を買ってみたりして一番高めかなと思われるそう、うん、なんか列に並んでて、うん、一番高めだなって思うやつを買ってみたりとかするんですよ、うん、あのなんとの高いものってどれぐらい違うんだろうみたいなのをずっと期待してね、そう使ってきたから、うん、たまに買ってみたりして、それはなんかいろんな温泉の素みたいなのが、うんうんうん、こう袋にパッケージされてて、うん、袋入ってて、あ、全部違う、そう全部違う、うん、楽しいね、そうね、楽しみながら入れるってやつを買ってみたりとかね、それもいいよね、うんうん、でもなんかこだわってこれっていうのが特になかったから、うん、これはちょっと買いですね次の入浴剤はオンソですね、ぜひ試してください。なるほど、そう僕もいろいろね、いろんな入浴剤試してきたけど、これぐらいかな、リピートして買ってるのは。うん、冬にはおすすめです、冷え性なので。僕もめちゃめちゃ冷え性で、手とか足とかもうキンキンに冷えるんですよね、冬は。意外、本当もうね、そう去年とか USB につないで手があったかくなる手袋、うん、USB につな、はいはいはい、繋ぐ手袋を買って、はい、はあ、熱くなりすぎて使わなくなる。それは USB、 なんかモバイルバッテリーとかを忍ばせるってこと？外に出かける時とかは。そうだ、ね、お家で使うよってことですか？それは外で使う時はモバブでやんないとダメだろうね。へえ、うん、寝る時もつけて寝る。それはさすがにしないか、さすがにしないか、うん、だけどやっぱね、あったまんない感じ、なんかもう熱いって感じ。あで芯からあったまるわけじゃないんだよね。そう、芯があったまらない、そういう問題があって、うん、まあ、普通に冷え性なんでしょうね。そうですね、うん、冬はちょっと電気毛布がないと、うん、足が寒くて辛いですね、うん、といった感じで、その、うん、お買い物の話からね、入浴剤の話も確かに、ね、していったんですけど、はい、なんでしょうね、僕らってこうお得に買い物するの好きっすよねそうだねめちゃめちゃ調べて ね、どうやったら安く買えるかとか調べて ね、いろいろ買っちゃうんだよね。そしてね、温泉スパみたいなところに行くにしてもね、はいはい、前回ね、前回の話でね、そうザ・スパ西新井ね、クーポン調べてから行くっていう、うんうんうん、通常1250円入館料プラスタオル200円とかのところ750円でね、そうそうそう、入りましたからねなんかね、もう主婦みたいなね、ケチケチ、ね、節約生活してますけど、はい、うん、まあ、でも大事な行動ですよ、うん、めっちゃ買い物の話したな。買い物の話いくらでもできるわ確かに買い物いっぱいしてるからな、ね、柔軟剤とかもね、うん、うん、ソララジ。なるほど、柔軟剤でキャラクター作りができると。ああ、そういうことですね。いうことですね。うまくまとめましたねはい、お買い物の話をしてきたわけですけれども、うん、はいはい、一旦ブレイクタイムということで、はい、楽曲を流していきましょうか。はい、はい、空間工房のセカンドアルバムに収録されているビートオンボーダーからストレリチア。
い、ただいまお送りしている楽曲は空間工房のストレリチアです。ストレリチアってね、なんだろうってね、うん、僕も聞いた時ね、うん、ストレリチアなんだろうってね思いましたけど、これ確かサックスの川崎がつけたんでしたっけ。あ、意味だったっけこれ、どれだっけ、誰が使ったか勝手にアックンだと思ってたあれ忘れちゃった。これは負傷ですね。負傷負傷、誰がタイトルをつけた、怪我を負ったんかと思った不可能の不意、うん、詳しい、はい、負傷ね、負傷です。ストレリチアね、花なんですよね。ストレリチア族ってのがあるんだよね。ストレリチア族の花、うん、うん、ストレリチアね、確か、うん、花言葉を覚えてるんですかが何かだったからストレリチアにしたっていうのはそれ何かが大事なんじゃない。 その何かが超大事なのにもう忘れてるね。いや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 、ダメですねそんなことじゃ。すいません。花言葉、はい、輝かしい未来ですね。それだ、うん、あの花が鮮やかなんですよ、オレンジ色でね。鮮やかなこのストレリチアの花から、うん、あの明るく希望のあるイメージ、そこから連想されてつけられたと。勝手に白のイメージがあったんですけど、うん、オレンジなんですねストレリチア。そうですね、極楽鳥花って、ね、漢字で書きますね、うん、ストレリチア。極楽鳥花、鳥、鳥、花、鳥、花、はい、かっこいいな。極楽鳥花でもいいね、タイトル。あ、でも和っぽい曲になりそうだな。そうだね、うん、あんまり和な感じでは。アンサーソングとして、じゃあ極楽鳥花アイディアボックスに入れておきます。アイディアボックスにね芭蕉家ストレリチア族だけど、あの極楽鳥花か極楽鳥花族でもあるとね、いうことですね。どっちでも、まあ、どっちでも言うんだね。ストレリチアとも言うし極楽鳥花とも言う、うん、英語の名前がすごいですね。バードオブパラダイスフラワーです。パラダイスフラワー、これまた新しいアイディア。その曲アイディアボックスに入るんですか。アイディアボックスみたいなバードオブパラダイスフラワーっていう。そう、ボックスはいつ解き放たれるんですかそれ。まあ、曲を作ろうって思った時にこっからこうゴソゴソゴソ。ガムテープで閉じられてもうずっと開かない引っ越しの時の段ボールじゃないですかそれは。まあどうだろうな。いや一応ね、管理してるんですよ、そういうノートが。あるんだね。作曲しようって思った時にこうアイディアボックスをこうペロッと開いてなんか作れるかなみたいなやったりとかねしますけどね。うん、ストレリチア、僕が聞いた時は何だろう、教会音楽だなって思ったかな。もう教会音楽から、うん、あっくんがあのロック調というかポップ調に昇華させて、うんうんうん、変わったよね、うんうん、あの稲見が作ってきた原曲の感じもすごい好きで、うんうん、あの感じを生かしたものもちょっと作りたいなと、うんうん、作りたいなっていうか、あの生かしたものもお届けしたいなと、ね、思いはね、いいですね、ありますね、うん、バードオブパラダイスみたいなそういうわけではない、うん、そういうわけではない、ね、うん、ちょっと違うかな、はい、ソララジというわけで空間工房のいつものコーナー、最近買ったおすすめのもの、はい、さっきもなんか、ね、ずっとそんな話してますけどね、ずっと買い物の話してるけどもまだまだ話せることがね、うん、ありますよ。おまだ買ってるんですか。そう、僕は AirPods を、AirPods Pro を、プロをね、ついに、はい、もうね、あっくんもね、福間さんもね、僕もね、持ってますからね、うん、持ってるけど、あんまりそのさ、AirPods Pro がいいみたいな話を聞かなかったんですけど、うん、いや、知ってたよ、知ってたよ、全然参加してないだけだよ、いつものようにそうかな、話聞いてないからいやいやいや、まあ、てか最近会ってないし、あ、まあそっか、まあそう、そもそも、いやでも結構前だけどね、ポッツプロね、話したんだ、うん、そっか、いやすごいね、ほんと今更ながらね、今更ながら AirPods しましたけど、お、なんで今このタイミングで買ったんですか。最近ね、あのダイエット企画みたいな、はい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 、をやってまして、うん、まあ、そこでランニングする機会が増えたんですけど、うんうん、まあ、そこでイヤホンしながら、まあ走るじゃ走るんですけど、やっぱり両耳を塞ぐのは怖くて、そうだね、いつも片耳外しながらランニングしてるんですね。有線イヤホンで、そう、有線イヤホンで、あのセブンイレブンの1000円ぐらいのイヤホンでしてるんですけどもうどうやらその AirPods が外の音を入れながら
しかも走るのに最適なイヤホンだっていう風に紹介されてまして、はいはいはい、買っちゃいました今頃気づいたと。そう、これがいいと、ね、すごいね。なんかつけると、しかもあのノイズキャンセル機能もあって、うんうん、そのノイズキャンセルと外の音を入れるっていうのをこうね、自分で切り替えることができるしね。そうなんですよね。で、そのノイズキャンセルしながらちょっと仕事したんですけど、いやもう周囲の音が全く入らないことによって、うん、なんてこんなに集中力が上がるんだっていう感動がね、没入感がねすごいですよね。うん、いやこんな画期的なイヤホンがあったとは知らず。いやーよかったね、知れてねいや AirPods Pro 買いですアップルの回し物みたいななんかあります？最近買ったおすすめの。最近ですか、まあ、結構さっきもプライムセールの話しましたけど、うん、最近出たエコーオートですね、アレクサの車版、うん、車に乗せれるアレクサ、うんうん、アレクサっていうね AI スピーカーがね、うん、あるんですけども、車バージョンが出まして、はいはい、ありませんでした。ちょっとね、自分の家にもねアレクサがあるもんで反応しちゃいますね。アレクサって呼ぶとね、アレクサこんにちは、こんにちは、アレクサなんて言えばいいのと聞いてみてください、いろいろなことができなどとね、うん、言ってますけど、あの声でね操作ができるんで、運転してる時に、うんうん、声で操作ができるのでねあの運転してる時にこう誰々の曲かけてとか、うん、目的地の天気教えてとかね、便利です ね。車運転してるとスマホ操作できないんでね、うん、声でどんどん身の回りがアレクサにね、アレクサ侵食されていますけども、あれ篠原さんは持ってないんですよ、スマートスピーカーは。家ではもう Google ホーム、ね、Google ホームかで、 OK Google 電気つけて、はいはいはい、電気消して、うんうん、あとアラーム、アラームね、8時半にアラームとかそれぐらいかな、うん、音楽かけてはほとんどやんないな。あ、そうなんだ、うん、イヤホンとかヘッドホンで聞いちゃう。うちも電気とかテレビとか、うん、エアコンとか、あとなんだろうな、そう、エアコンテレビ確かにつける ね。あんま使ってねえかあとなんだろうね、篠原さんアレクサのなんかスキル紹介しちゃいます。作ってましたよね。そうですね、あのアレクサが発売された当初にアレクサのアプリみたいな、ね、個人がアレクサのアプリを作ることができて、うんうんうん、でそれのなんだコンペというか大会みたいなのがあったんですよ。あ、大会があったんだ。でこれで作ってこういうの作りましたって応募すると可愛いシャツがもらえたりとか、でたくさん使ってもらうとなんか商品券もらえたりとか、そういうキャンペーンやってて、でそれに乗じてですね、僕も一応職業はプログラマーエンジニアなんで、うんうん、作ってみたんですよね、うんうんうん、どういうやつでしたっけあの動物園ゲームって、動物園ゲーム、はい、おー、これも誰でもね無料でね、あ、そう、使えるんですよね。アレクサを持ってる方だったら動物園ゲームできるんで、ぜひ使ってみて、ね、もらって。そうだね、内容はここではちょっとね、内容はねちょっと正直言ってもね、クソゲークソゲーに含まれるものなんで、まあ一回遊ぶ分にはね、一、うん、回ね、そう、うん、無料なんで、そうだ、ね、安心してお使いください、はい、動物園ゲームです。アレクサ動物園ゲームって言えばいいんですか。そう、アレクサ動物園ゲームやろうって言うとやってくれるかな、やってくれるんで、うん、ぜひ。もう何年前だ、多分3年か2年前ぐらいに作ったクソゲーです、うん、あの本当に時間無駄にしたって思うんで、あの気をつけてくださいそんないやいや、エコーオートか、エコーオート楽曲を流すのと目的地の天気を調べる、まあとか、まあ、うん、家に近づいてなんか例えばお風呂のお湯張ってって頼んどくとかね。あ、そんなこともできる。エアコンつけてってね、自分の家のね、画期的。そう、車からお願いしたりもできますね。え、お風呂、え、これお風呂を設定してるんですか。設定してます。え、あのスイッチボットっていうツールがありまして、あの、はい、これは指示を出すとボタン、物理ボタンを押せるんですよ。はいはい、すげえ。大体のあのスマートスピーカーに連携させるリモコンって赤外線のリモコンとかが多くて、うん、エアコンつけるのとかは、うんうん、そうなんですけど、リモコンがない製品とかあるじゃないですか、うん、物理のボタンしかない、実際に押さなきゃいけないとか、うん、そこにスイッチボットですよ。お湯張ってって言ったらピッて代わりに
押してくれるんで、モーターがこう動いてね、そうです、ウィーンってすげえ。いやそんな画期的に怠けすぎですねこれは。スイッチボットはおいくらなんですか？2,000〜3,000円ぐらいですかね1台、うん、そんなもんなんですね多分。それもねアマゾンのセールで、ね、買いますけども。一人暮らしのはずなのに実はもう3人暮らしぐらいの、ね、アレクサいっぱい飼ってるんでね、うちでねアレクサ2台、3台ですね。3台、寝室、リビング、楽器の部屋で3台いますね。お部屋で車に、車にもう1台です。4台ですね。4台かすごいな。はい、最近買ったおすすめのものは、はい、エコーオート。はい、おすすめか、おすすめっていうか、まあ、車に乗られる方、まあ、アレクサをたくさん買われている方買われている方、そうですね、はい、おすすめということで、はい、エコーオートでした。空間工房ラジオ、ソララジ、そろそろ終了のお時間がやってまいりました。今回はお買い物トークをたくさんしましたけれども、はい、いや、こんなにお買い物の話できるとはね、思いもしなかったとすごいね、アレクサ4台買ってるとかね。そうですね、うん、消耗品を再注文したりだそうです。あれアレクサ、アレクサ静かにして音量下げちゃうからそれはアレクサやめてはい、はい、すいません、ちょっと乱してしまいました、はい、呼ばれちゃったと思ってね、反応しちゃうんでね。あ、そうね、お買い得なお買い物をするのが ね得意ということで。そうだね、はい、お買い物をコンサルするので、ぜひお困りでしたらお買い物についてでもよく聞かれるよね、こうなんか、そうね、バンドメンバーとかにもね、うん、これ買おうと思うんだけどみたいな話はね、そうそう、よく相談を受けたりしますね。僕もなんか SIM の話は得意ですよ。何の格安 SIM 契約したらいいみたいな、ね、話は得意ですよ。そういった感じで、はい、次回は11月28日土曜日更新予定です。今回もご視聴いただきありがとうございました。またね。